こんばんは、田中です。皆様おはようございます。今ですね、朝の8時ぐらいです。今日はですね、大阪の実家に帰るので帰省 Vlog を撮ろうと思ってるんですが、今盛大に遅刻をしております今日ね、本当はね、始発で大阪に帰る予定やったんですよ。で、始発は5時ぐらいなんですけど、はい、皆さん今さっき何時って言いました？8時です3時間寝坊をしております。まあ寝坊しててもね、動画を回すというね、間に合う気ねえだろと、急ぐ気ねえだろという帰省 Vlog でございますが、まだ全然準備してないし、洗い物とかしてないから、洗い物とかちょっとして向かおうかなと思ってる。今からちょっと荷物を詰めたいと思います。僕が帰るときはね、チェック1個なので、実家帰るときはね、こんな何も持ってかない。下着とかはさ、あるから実家に。よし、あーもうあそこが汚いね。よいしょ。化粧水とかは持っていくから、これですね。ここにちょっと必要なものをね、入れていきたいと思う。やべえ、めっちゃ眩しい。日がすごいよ。眩しい。めっちゃ白飛びしない？これこれでいける？そう、もうカーテンがさ、僕遮光カーテンを買うと言ってもう半年以上経ってる持っていくやつね、簡易セット、化粧水とかクリームとか化粧品も入ってる。これね、かわいいでしょ、芝もらったやつ。あと化粧品、ここら辺持ってく。これ全部もらったもんだな、多分。イニスフリーの粉とアルコールスプレーね、これファンデーションか。この3つも持っていく。化粧ポーチが欲しいもん。で、あとは機材だね。機材ボックスとこのね、カメラとパソコン。パソコンこれは忘れちゃいけない、パソコンね。あとね、これも忘れちゃいけない、携帯の充電器。これ忘れた瞬間にもうこの世の終わりやから。あとは服どうしよっかな。なんかロンティーとかあればいいか。ヒートテック、大事よ、これ忘れちゃダメよ。ヒートテックは今極暖着てるけどね僕極暖はね、レディースを買う。メンズの極暖ね、首元詰まっとるから、首ここ黒いの見える、あれ嫌やから。てか準備の尺長いよ上着をね、着ようと思ったんだけど、今ね、天気予報を見てて今日めっちゃ寒い、3度、大阪。やっぱ2枚着てこうかね。よいしょ、これだけでもいいかな。いや、これを持ってけばいいか。これを持ってって、よし、寒いのでマフラーを。よいしょ、よいしょ。やばい、マスクはもう切れそう、新しいの買わんと。よし、電気消して、よいしょ。財布も持ったし、部屋の鍵も持った。行きます。よいしょ。新幹線に乗るので、あーめっちゃ遅刻遅刻ではない、これぐらいに帰るよって言ってる時間に遅れているだけで、お母さんには連絡したから OK って来てた。動画のデータを読み込むためのね、あのパソコンにね、接続するハブってやつがあるんだけど、それを忘れてできなかった電車に乗って実家まで入ります。釣れもんないかなとか言ってね、あんなにねパッキングしてたのにね、あんな尺取ってね、忘れもんしましたね。実家の近くまで今帰ってきました。いやー、いい天気だね今日、マジでいい天気。あれ、お父さんが今車に乗ってる。ただいま。ナンバーの駅前でお土産を買った。ただいま。ん？こんな絵あったっけ？うち両親は聞こえないので、ここで何か喋ってても帰ってきたどういうことは気づいてない。はい、ただいま。お土産。東京のお土産じゃないけど。
え？懐かしい。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 あったかい。冷蔵庫。うん、冷蔵庫。あ、ちょっと待って。わかった。保冷剤入ってるから。あ、取って。うん、取って。スフレプリン。あ、プリン。うん。バッタージョン。プリン入った。荷物。どんどんどん。ありがとう。部屋に荷物を置きに行く。何？あ、僕のね。8枚も買ったの？これはかかったよ。そんな貼るとこある？あげたのに。あ、どうもありがとうございます。恥ずかしいけど、ね。めっちゃ入ってすぐ。まあいいか。荷物置いてくるから。ついてくんの？あ、ほんまや。布団干してくれてんね。ちゃんと、ちゃんと。僕の本棚。やっぱ変わってた。ね。サブちゃんで紹介しようかね。任せたから。なんか食べたい。体を。よいしょ。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。カレーですね。キーマカレー。ちょっと、パパ、これだ、はい、お父さんどっか行った？終わり。めっちゃ帽子浮いてる。浮かばかれた。丈短いね、それ。寒いからやろ。髪伸びたの、これ。ちょっと見して。めっちゃ伸びたよ。服だけです、パパ。あ、そうなの。え、伸ばしてんの？伸ばしてる。どれぐらいまで伸ばすの？鼻ぐらい。鼻ぐらいはね。え、鼻って結構長いね。え、目ここ目やん。ここってことだ。あ、で、バーケットの中からドラッドクッドドラッドクッド。うん、ここ音が入ってきた。うん、ドラッドクッド。うわぁ、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 うはい、どうも。ああ、パテパテ。中心。はい、どうも。焼き豆腐。今度は？ん？何これじゃん。ツイストドーナツと。多分なんかチキ。お疲れ様でした。パパがグッとダ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 グッとすごい。ごめんね、かわいい。かわいい。どこ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 飾る場所が決まってるのかな。あら、ひな祭り。どうや。そっか。ひな祭り。なに？生まれた時は僕の。懐かしい。そうね、僕ね、やっぱもともと女の子で生まれてるから、やっぱおひな様というものがね、家に飾られるんですよね。3月3日が近くなるので、僕このお代理様のこの刀でめっちゃ遊んでた。いっぱいいるね。結構揃ってきたんじゃん。はい。あー、うるさ。音量バカでかい。ん、あ、行ってきた。西宮神社行ってきたね。よかったね。何？あー、どこだろ、パッタ、パラタ、チョコ、どう？今、母からバレンタインのチョコをいただきました。ありがとうございます。コタンもろた？え、同じ？違う。チゴチョコ、ダチョコで。おいしかった？うん。パッタ、食べていい？食べていい？どうぞ。どうも。あるわ、あるわ。何？ゴディバ。うまい、ゴディバのチョコ。
あだだあだだだだうん、今から晩ご飯です。今日はすき焼きです。すき焼きは好きですか？好きっちゃ好き。好きっちゃ好き。そもそもすき焼きで牛脂って引くの？やり方間違ってない？大丈夫？え、そんな感じ？キャベツそんな感じだっけ？バイ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 これ、めっちゃ怖い。いただきまーす。あったあったあったね。確かに、いつも反対って言われてるんだ。美味しい。すき焼きと焼肉どっちが好き？焼肉。焼肉、あったと、あったと。うわ、怖い。うまそう。カメラマン。あかんぱんぱんぱん。ダメ返して。ダメ返して。はい。ありがとう。重たい。ご飯を食べ終えてね、今ね、まどろんでますね、皆さんね。眠くなってるやん。弟はね、あっちでテレビ見てる。僕は今、動画の編集をしております。お土産を今から食べます。どうぞ。美味しそう。はい、Thank you。はい。うん。美味しい。美味しい。うん。大丈夫。大丈夫。うん。うん。